船橋市には今年47年目を迎えた児童生徒記者制度があり、子どもたちが記者となって子どもの目線で市内の魅力を発信しています。今回はじめは児童生徒記者の子どもたちが記者の仕事を学ぶステップアップ講座の様子をお伝えします。市役所に集まったのは児童生徒記者、通称子ども記者と呼ばれる子どもたち。今回初の試みである児童生徒記者ステップアップ講座に参加します。これは充実した記者活動を送ってもらうための企画で、毎年行われている施設見学に加え、取材や記事の書き方などプロの記者から仕事を学びます。今日一日ね、ちょっと短い時間ではあるんだけど、その中で記事を書くということを学んでください。お待たせしました。現地に向かって出発します。今年度記者に任命されたのは、小中特別支援学校の各学校から推薦された85人。任期は1年で、学校や地域の行事など様々な取材現場に自ら足を運びます。取材した記事は広報船橋や市ホームページに掲載。子どもならではの発想や意見は読む人を楽しませています。記事を書くこととか難しいんですけど、取材も電話するときに緊張するんですけど、結構楽しくて達成感があります。周りの行事のこととかをよく調べるようになって、いろんなことについて知れました。みんなにそのいろんな情報を届けられたらいいなと思います。今日はこれだけの児童生徒記者が集まる貴重な一日なので、せっかくだから周りの人たちとお話をして、いろんなものを吸収して、帰ってもらえればなというふうに思っています。おはようございます。この日訪れたのは、今年4月に開設された船橋市東消防署小和釜分署と併設する消防訓練センターです。今みんなが見てる車は救助工作車といいまして、船橋市に3台しかなく、とても貴重な車となっております。さまざまな機能を持つ消防車両が並べられ、乗車体験や職員による解説が行われました。火事の時火を消すのはこれだから、これが一番偉いんだ。これをかけます、閉めます。したら、まあ、これは暑いでしょ、もういいよね。改めまして、おはようございます。行動に場所を移して行われたのは記者レクチャー。現役で活躍する新聞記者から読者の目を引くような記事を書くポイントを教えてもらいます。1年間児童生徒記者になったということで、何か特別な経験をしていただきたいなということで、現役の記者さんをお招きして、子ども記者としてより良い記事を書いてもらうようにしていただきたいなと思って、今回企画いたしました。取材っていうのは、みんながいろいろ聞いて面白いなと感じたことをどんどんメモっていく。千葉日報新聞社船橋習志野支局支局長の伊沢俊和さんは、船橋市や周辺地域を担当し、自身のお子さんも児童生徒記者をしていた経験があります。記事作りの基本のほか、写真の撮り方や取材するための必需品に至るまで詳しく解説してくれました。パパ、今日試合に勝ったよ、ね、僕が得点入れたんだよっていうようなことを伝えるっていうところが、実はこれ新聞記事を書くベースになっていて、一番大事なこと。見出しは相手に一番伝えたいことや感じてほしいことを選びます。こういうことを一言で書きたいから、伝えたいからこういう記事にしますっていうような、見出しと本文の関係っていうのは一緒なので、一言で伝えられるようにするとより分かりやすい。
取り上げる話題の特徴を的確に把握し、分かりやすく簡潔に書くことが読者に興味を持ってもらえるコツだそうです。市民祭りとかでいうと本当に取り上げるところがたくさんあって、それを全部取り上げるっていうのは実はこう新聞記事としてはちょっと面白くない、一番のものっていうのをまとめてもらえればっていうふうに思ってます。納得いくように書けるには どうすればうまく書けるかが分かりました。文章の構成とかそういうので分かんないことがいっぱいあった時があったんですけど、これからまた書くときに役立てようと思いました。一つの伝えたいことを見出しに取れるように本文を構成しっていうイメージで、取材をしたり記事を作ってもらえればいいかなというところがほんの少しでも伝わったのかなというふうには思ってます。ここで着想して、ね、ここで来て準備を整えて、それで車庫に向かいます。続いて消防署と訓練センターを回り、日頃行っている訓練の様子や消防活動などを取材します。で、明るい方に戻ってきてね。わかる？実火災訓練室では部屋に充満した煙の中を壁伝いに歩きます。他にも初期消火や応急担架、119番通報など実際の災害現場で役立つ体験をしました。誰か初期消火はしていますか？してません。あなたのお名前と電話番号をお願いします。船橋太郎で、電話番号は0474。最後に原稿の作成です。伊沢さんからのアドバイスを生かしながら、子ども記者は体験したことや見聞きした内容をまとめました。台がまだ決まってないということなんだけども、できましたということで、署員の方が一生懸命大変な訓練をしているよっていうのを感じたところを書いているので、それをタイトルに持ってくればいいのかな。この短い間にほとんどもう2枚完成させたので、その辺は拍手していただきたいと思います。訓練などを見させてもらえて、その災害が身近にあるっていうことが印象に残りました。消防士さんがどれだけ頑張っているかと、あと今日の感想をたっぷり書きたいと思います。教わったことを記事に書いて市民の皆さんにも知ってもらいたいと思います。実体験と現役の記者による児童生徒記者ステップアップ講座、記者としての自覚がさらに向上した一日となりました。せーの、頑張るぞ。取材メモには細かい情報も丁寧に書いてあり、熱意が伝わってきました。今後も地域の魅力が伝わる記事をたくさん届けてほしいですね。9月15日号の広報船橋でも当日の様子をお知らせしますので、ぜひご覧ください。続いては船橋が誇る特産品、船橋の梨をご紹介します。本格的な暑さを迎えた7月末、金堀町にある鈴木梨園で行われたのは、みんなにはここの梨園でこの梨を、ね、実際にもいで今年 の梨を、いち早く試食してもらおうと思っています。これは船橋の梨が初出荷となった日に合わせ、近隣に住む子どもたちを招待し一番梨を味わってもらう催しです。長梅雨等 の心配もあって、僕らもすごいこの収穫を迎えるまでにはちょっと心配だったんですけど、例年に変わらず美味しくてシャキシャキで甘い梨が取れていて、ひとまずほっとしているところでございます。船橋の梨は市内の北西部地域を中心に124軒の農家で生産され、昨年の出荷量は香水をはじめ豊水や新高など各品種を合わせておよそ99万3000トンにもなります。全体的に見て色というのが均一に回っているものだったりとか、形が均一に揃っているものというのはやっぱり生育が順調に
育ってきたものだと思うので、ぜひそういうところを見ていただくと、美味しい梨を、まあ、全部美味しいんですけど、美味しい梨を選んでいただけるかなと思います。取り方のポイントですけど、この梨の木を傷めないように梨を下から持ってあげて上にひねり上げてください。まずは梨の収穫体験。梨農家の鈴木明道さんに教えてもらいながら、たわわに実った香水をもぎ取りました。ちょっと変わった取り方だなって思いました。美味しそうです。じゃあ今年採れたての梨食べてください。はい、いただきます。はい、いただきます。収穫の後はお楽しみの試食です。美味しいですか？うん、めちゃくちゃ美味い。よかった。参加した子どもたちは令和初の一番梨に舌鼓を打っていました。思ったより重かった。甘くてみずみずしくて美味しいです。梨の甘いところが好きです。一方こちらは豊富町にある JA 市川船橋梨選果場。トラックに積まれたたくさんの梨が運ばれ、令和最初の出荷作業が始まりました。品種としては一番最初に香水というものを出荷しまして、続きまして8月下旬頃から豊水梨、その後秋月で、最終的に新高まで出荷しております。柔らかい果肉には果汁がたっぷり含まれ、一口食べると甘味が広がる香水。甘味の中に程よい酸味があり、食味に優れている豊水。みずみずしい食感で風味豊かな甘さを持ち、酸味が少なめの新高。果肉が緻密で糖度が高く、酸味が少ない上品な味わいの秋月など、たくさんの種類が市内で作られています。9月下旬まで続く出荷作業。丹精込めて作られた梨は品質や大きさによって選別してから箱詰めします。種、有、量など品質の選別を行っているのは生産農家の人たち。大きさや形、傷の有無などを一個一個手作業で確認します。手をかけて一生懸命作ったので、味もすごく今年もいい味をしているので、消費者の方に食べていただければ何よりだと思います。美味しい梨をたくさん食べて欲しいですよね、うん、船橋の梨は平成26年11月に特許庁の地域団体商標に登録されました。地域ブランドとなった梨を育てることは生産者の励みにもなっているといいます。今まで以上いいものを皆さんに提供するように努力をしております。美味しい梨が毎年できてますから、これをずっと維持して、ね、皆様に、ね、食べていただきたいと思います。生産者の思いが詰まった船橋の梨、今年も甘くてみずみずしい旬の味をお届けします。今の時期は豊水が旬です。市内の直売所などで購入できますので、高品質で美味しい船橋の梨をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。では最後にお知らせです。今月14日土曜日、中央公民館で家族の力、経験者と語ろう、本人と家族のためのセミナー&交流会が開催されます。ニートや引きこもり、不登校である方とその家族を対象に、悩みを乗り越えてきた方々のメッセージを交え、現状から抜け出すヒントをお伝えします。参加ご希望の方は事前に船橋地域若者サポートステーションまでご連絡ください。働く意欲がある方を応援するセミナーです。参加してみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で失礼します。